アルファレジオとは、近星の地域である。南位22度東計5度付近に位置しており、広さは約 1500km にもわたる。1964年に、ディック・ゴールドスタインが発見し命名した。この名前は1976年から1979年の間に、国際天文学連合の惑星システム命名ワーキンググループによって、承認された。 マックスウェル山、アルファレジオ、ベータレジオは、近世の地形名が女性名、女神名にちなんでいる中で例外となっている三つの地形である。この表面は高いレベルで変形している地形や、その変形が複数の方向にわたってぶつかり合い近接していることから、テッセラという名で知られている。この言葉はタイルという意味のギリシア語から来ている。すべてのテッセラ地域のように、 周囲の地形の上に1から2キロの高さで居座り、収縮して折りたたまれるように大きな変化を見せる。またほとんどのテッセラの一群のように、周囲の火山ヒラノはアルファレジオの隙間に流れ込んでいると思われるため、アルファレジオより年代が若い。ビーナスエクスプレスオービタによる赤外線地図にはアルファレジオの高原にある岩は惑星の大半にあるのより、 色が明るく古いように見える。地球上において明るい色の岩は通常花崗岩として大陸を形成している。ありがとうございます。